昨日午後、オホーツクの滝上町の林道で女性の遺体が見つかり、熊に襲われた可能性もあることから猟友会が警戒しています。ハンターを乗せた車が林道に入っていきます。昨日午後2時半ごろ、滝上町滝上原野の浮島湿原に通じる林道で頭から血を流した遺体が見つかりました。 道外から来た60代の女性と見られています近くでは熊のものとみられる糞も見つかっていることから熊に襲われた可能性があるとして町の要請を受けた漁友会が林道に入り警戒にあたっています林道の入り口がある国道沿いにはこちら札幌ナンバーのレンタカーが止められたままになっています遺体で見つかった女性は服装から登山者とみられ 警察は身元の確認を急いでいます。